追い切りチェックです、はい、よろしくお願いします。まあ、美穂組はですね、産経大阪杯がメインレースなんですけども、明日ということになりました。1頭しかいなくて、なおかつダークシャドウが木曜やということで、はい、ダービー級チャレンジ特技で参ります。申し訳ございません、はい、ただね、ダービー級はね、有力馬目白押しですから、こっちは、はい、まずはこうディーノが良かったように思うんだけども、芝コースでね、そうですね、北村博士君が乗ってやったんですけど、余力残しでね、66じゃねえや、もうちょっとか、そう、まあ60、まあ、5秒台後半ですね。そうなんね、そんなもんでね、うん、動きに全然余力あったし、まあ、芝コースだからね、動くんですけども、でもね、いいと思います。そうですね、ゴール前もこうぐっと、うん、あのね、伸びてくる感触がありましたしね、あったしね、やっぱりね、やっぱマイルの方がいいんだろうな、このままって感じは、気象的にもね、こう、うん、天性のなんか、そう、ね、あれ素質が生きるのがこの距離じゃないかなっていう、うん、だいぶね、気象も、ね、落ち着いてきたって感じだしね、はい、あの鼻つけてんだよね、ノーズバンドみたいなのがピッてこうやってつけてる、それもやっぱり効果、いろんなものがあって、まあ、そういうのも一つの効果として出てきてみたいなんでね、はい、うん、アセンハイ2着の舞台、はい、で、あの、案外切れ味だけじゃなくて、うん、荒れたパパもこなせるんじゃないかっていう意見があっちこっちから出てますからね、うん、ええ、まあ、ライバル陣営からもそういうあれが出てるんでね、うん、まあ、どんなもんか、はい、ちょっとね、まあ、ここがね、期待しながら、朝記念がね、やっぱり最大目標なんでね、うん、この辺でやっぱりちょっと答え出さないとね、いけないとこだと思うんで、はい、答え出すって言ったら、弥生さんはどうなんだろうか、ちょっと55キロのハンデがね、重いのかなっていう気もしますけども、うん、今日丸山君で単走で、ウッドチップでやってましたけど、赤ちゃんは先週はよく見えたって言ったね。そうですね、うん、に比べるとちょっと今週は一歩後退ってみたいな感じの動きだったんでね、ちょっとまだ一進一退よくなりきれてないのかなっていう、うん、そういう感じがしますね。まあ、休みがちょっと長かったんでね。あとお得意の国枝厩舎インパルスヒーローはハネル51秒6って、はい、これぐらいは動くのかな。動きますね、まあ、2、3馬身追っかけて 2、3馬身先着という、うんうん、3馬身ほど、ね、先着した形ではあるんですけど、うん、これもね、あの去年の春勢いがあって連勝した時の段階から比べると85点ぐらいかなっていう、まあ、85まで戻ってきたからね、うん、まあ、少し格好はつくかなと思うんですけど、うん、ただまあどこまでかなっていうところが正直ですね、はい、男です。はい、あとダイワファルコン、はい、これはウッド単走で、まあ、いつもね、眺めからね、ピエッてやってね、それなりに動くんですけども、はい、この評価はいかが。いや、動き自体は悪くないと思うんですけど、うんうん、まあ、追い切りそのものよりもハンデですね、ちょっとしわされましたねっていう感じ。 58?8マジか、ちょっとかわいそうっちゃかわいそう、うん、荒れたババだしね、まあ、今週から B コースなんでね、少しは荒れたところも隠れると思うんですけど、まあ、その辺が鍵になりますけどね、まだちょっと、もうちょっと答えは出ないね。そう、他の馬に比べてね、ちょっと消化されすぎじゃないかなっていう感じがするんですよね、うん、その辺が鍵かな。ちょっと予想の段階ではまだちょっとね、決めきれないのが正直なところなんでね。あと片岡さんのレオアクティブ担当者と言いますか、相変わらずポリでね、65ちょいぐらいで動きます、結構動きます。あとはもう気持ち、展開か動くか、他力本願なんでね、はい、ちょっと、まあ、レコードホルダーですけど、こういうパパはどうですか。まあ、うまいこと向けばっていう感じかな、うん、もう全てそこに集約するわけですね。他力本願なんで、もう、うん、そこが展開が向くか、流れ、あの足が使えるか、そこに限るんでね、まあ、その辺ですね。以上です。